それがお嬢様のお心なら、私も安心して見守っていられます。見守るね。闘技場。それでは。
それでは行け、セルバン来て、ハッセイタン落ちろ、ハッセイタン、ハッセイタン落ちろ、ハッホッフッセイタン、ハッセイタン落ちろ、ハッハッセイタン、ドン、ハッセイタッチ、まだまだ、ハッ
いいですか。話すときはお客様の目を見て話します。はい。お客様が我々に声をかけるとき、従業員個人を頼るのではありません。ですからリュリーティス様、あなたも当ホテルで働く一員として自信ある笑顔を身につけてくださいね。はい。新人研修？アーナス様、そうなの、支配人さんにお願いして。聖女であるリュリーティス様にメイドの仕事をさせるのは忍びないのです。いいじゃない、リュリーティス楽しそうだもの。頑張ってね。ええ。ではお嬢様、失礼いたします。お嬢様、おかげさまで快適に過ごしてるよ。ありがとうございます。ところでお嬢様、お嬢様の神秘眼、この壁がどうかしたの？ここに絵を飾ろうと思いまして。なじみお嬢様はズバリどのような絵が？そうだな、田舎町の絵がいいかな。小さな教会と広場があって、ひっそりと素朴な感じ。お嬢様の思い出の、いや、お嬢様のご意見がいただけてよかった。早速。うん。どちらにお呼びで？それでは。召喚、おいで、狩りの時間だ。はっ、ペンタ、飛べ、はっ、ペンタ、落ちろ、ヘッ、ペンタ、飛べ、ヘッ、ペンタ、落ちろ、飛べ！ハッ！センター！落ちろ！
いた？ああ、逃がさないからな。リュリーティスの指輪返しなさい。なんかべちょっとしてる。洗ってから持ってこ。アーネス様、どうでし。その指輪がリュリーティス様を落ち着かせる効果があることを切に期待し、気にしないから入っておいでよ。そこ寒いだろ。だって恥ずかしいもの。女同士なのにな、変なの。お待たせ。はい、どうぞ。私のお守り戻ってきたのね。喜んでもらえて嬉しいよ。そんなに大切な指輪だったんだね。あのさ、聖女なんかやめて普通の司祭に戻らない？また一緒にいろいろな場所に行って邪妖を狩ろう。何も聖女だけが夜と戦う方法じゃ。やっぱりこれアーネスが持ってて。え、だって大事なものでしょ。ええ、また落としちゃうといけないから、アーネスが預かっておいて。今日はいろいろありがとう。紅茶かけちゃってごめんね。お洋服、明日の朝には乾くから。おやすみなさい。ちょっと、もう。
てなんだから。なんか体が重い。リュリーテスのせいだな。ものすごくいよ。聖女がなぜお前に指輪を預けたのか理由を少しは考えろ。お前はバカか、ブラザーより。バカで悪かったな、バカで。何がブラザーだ、人の人生覗き見しやがって。いつか見つけ出してぶん殴ってやる。ん？おはよう、リュリーテス。あの、指輪のことだけど。はい、何のことでしょう。ホットチョコ、一つ。はい。これだから女の子って。ホットチョコです。最高級チョコを使った当ホテルのオリジナルブレンドです。どうぞ、ごゆっくり。いいけどさ。またなんか言ってきやがったの。親愛なるシスターアーナスへ、お前の助けになるものを送った。夜について重要な情報を知る人間だ。きっとお前の役に立つだろう。ミラダが満ちるごとに夜も満ちる。世界の終焉へのカウントダウンがいよいよ始まってしまった。終わりまでに夜の君へと続く青き祭壇を見つけねばならない。送った人間と協力し祭壇を見つけ出せ。妹思いの優しいブラザーより。くそ、もう時間がない。どうしようもないのか。まだ何か書いてある。追試、そろそろ血が欲しくなる頃だろう。意地を張らずに教皇庁を頼る。こっちはそれどころじゃないんだよ。それにもし困っても誰がお前らに頼むか。お前たちなんか頼ったら魂まで取られかねえ。ベッドメイキング？ええ、でもアーナス様、寝相がいいからすぐ終わっちゃうの。お掃除も簡単なのよね。お部屋にいないから散らからないんだわ。この部屋ちょっと贅沢すぎてさ、リュリーティスと暮らしたワンルームがちょうどよかったな。あら、それじゃ部屋に恋してるみたいじゃない。ほん、それはその冗談よ。ベッドメイキング終わりましたよ。びっくりさせるなよな。